達也慶太郎くん、おこととえ、学研の絵本です。ぼくぶびびびびびびびもちごめもちごめもちごめよく知ってる。もちごめぺったん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 、お餅つき上がりましたよ。お餅つき、どんな風に食べようかな。どんな風に、これ納豆つけて食べた。海苔と醤油で食べようかな。巻いて巻いてよ、のりのり。3、2、1、もっちきなこ、これがいる。これもきなこで食べようかな。お名前みたい、きなこちゃん。3、2、1、もっちつけて食べようかな。ネバッとぬるっとネバネバ。3、2、1、もっち。これがいい。これがいい。これがいい。ずんだ餅にして食べようかな。これがいい。ずんだだだんだずんだだ。3、2、1、もっち。あ、切れちゃう。ずんだだだんだ、残念だ。あんこと一緒に食べようかな。お椀のお風呂でポッカポッカ。3、2、1、もっちもちどてっかくない。もっちーでした。どうもありがとう。こんにちは、木笠谷慶太郎です。もっちーという絵本が出ます。出ましたかな？木笠谷慶太郎が文です。お話を考えました。絵はこととさんです。今日撮影しているのがまさにここなんですけども、保育園勤務を時々僕はしていて、そこで、お餅つきを、毎年やっているので、その時に、もちんと伸びる餅を、見ながら思いついた絵本です。きな粉で食べたり、海苔と醤油で食べたり、先生たちはキムチを乗せたりとか、いろいろね、食べ方がすごく楽しいと思います。お餅つき低年齢向けの、行事絵本にぜひ、保育士としても、楽しんでもらえればなと思います。はい、ありがとうございます。